仙台原発の運転延長を検証する県の専門委員会の分科会は、九州電力による仙台原発の特別点検は適正などとする検証結果の取りまとめ案を専門委員会に報告することを決めました。仙台原発の運転延長を検証する分科会は、国の原子力規制委員会の判断より前に県の専門委員会を通じて塩田知事に検証結果を報告することになっています。分科会では去年1月から運転延長に必要な特別点検や劣化状況の評価を検証していて、前回適正に行われているとする取りまとめ案が示されていました。その際、一部の委員から内容が十分ではないとの異論が出たことから、今日新たな取りまとめ案が示されたものの、特別点検を適正とする根幹の部分は変わりませんでした。分科会として給電の対応にお墨付きを与える形で次回の県の専門委員会で報告される予定です。この場での議論というのはもう多分私としてはもう終えたと思っています。次のステップに入ったと。ファイナルは当然規制委員会にいつ上げるかっていう、そこの得ないというのは事実ですよね。一方、特別点検の評価をもとに運転延長を議論することを批判する委員もいました。代表だけ申し上げます。まず私が出す特別点検というのは限度があって、ある特定の項目と特定の部位、それについて絞り込んでここで確認したって、そういうことです。でそれ以外のところはチェックできないところなんです。特別点検という枠組みの中で議論をしましょうということでは、安全性の議論にはなってませんよっていうのが私の意見。分科会の結論を受けて薩摩仙台市民は、達成できるようになったことが嬉しいですね。少しはありますけれども、それなりに進歩して頑張っていかないといけないんじゃないでしょうか。ちゃんと専門家の方が話し合って決められたんだったら、それはそれでいいのかなと思うんですけど、やっぱりこの先もちゃんとなんかチェックはしてもらいたいなっていうのは感じます。学者の人たちが話しておっしゃるんだから心配ないと思います。それこそね、もう今までが事故なくてあれしていたからです。